アンナ・マリア・フォーンデア・プファルツは、ドイツのプファルス・ジンメルン家の公女で、スウェーデン・ウォーカール9世の最初の妻。セーデル・マンランド公爵夫人。夫の即位以前に死去したため、王妃にはならなかった。スウェーデン語名は、マリア・アブ・プファルス。プファルツ選帝公、ルートビヒロク世とその妻で、ヘッセン・ホーハク・フィリップ1世の娘であるエリーザベトの間の第1子、長女として生まれた。 1579年5月11日にハイデルベルクにおいてスウェーデン王、夕飯三世の末帝のセーデルマンランドコーカールと結婚した。結婚後はスウェーデンに移り、夫の治めるセーデルマンランド地方に住んだ。マリアは美しく親切で社交的な貴婦人だったが、病弱でもあった。マリアは物静かな性格で、夫のカールは対照的に激しい性格だったが、 二人の結婚生活は幸福だったとされる。マリアは六人の子供を産んだが、成長したのは娘一人だけだった。マリアは長く患った後、エスキルスティュな宮殿で亡くなり、ストレングネースのストレングネース大聖堂に葬られた。夫のカールはマリアの死を深く嘆いたが、1592年には、クリスティーネ・本ンシュレースビヒホルシュタイン・ゴットルプと再婚した。 ベストライエータランド県の小都市マリエスタードの氏名はマリアの名にちなんでいる。ありがとうございます。